グリバスで思ったらこのグリバス食らったことで2回目の踏ましてるかい。飛んでいる飛んでいる。そしてさすがのリーサル。ただビクリが初動かなかった。これは届かなかった。スパイク、クロスフィンガーサウト、ぴったり倒し切ります。またもや絶対絶命、ユックスないか、詰めてくる、投げを誘われてしまう。最後はパーフェクト KO。 第7期トパンカリーグファイナルステージ、王者の座に君臨したのは不動藤村。まあ、日本人のトップのプロゲーマー同士の中で誰が一番総合力が高いかっていうのが、まあ、リーグなんでね、そこを競う大会なのかなっていう印象ですね。僕結構大会ってその、なんていうんだろう、そんな意気込まないというか、まあ、結局その勝つだけじゃないですか、必要なのって。まあ、自分の実力が高ければまあ抜けれるんじゃないかなと思ってるんで、大会自体は楽しみにしてますね。まあ、コロナ禍の影響とかもあって、プロってみんなこう、もともとはこう集まって対戦して知識共有してたんですけど、 PC 環境になったタイミングで結構そのプロも一緒にあの練習することが少なくなって、で知識の共有もあんまりしなくなったんですよね。でそっから何が起こったかっていうと、もう自分でその攻略をちゃんと考えて、自分で有効な攻略をもう編み出して、でそれを実践して練習してやっていくっていうのが攻略になったと思うんですよね、新しい。そこでやっぱ他のプロゲーマーとどうやって差をつけるかっていうのが、自分でそのゲームを考える力があるプレイヤーが勝てるようになったっていうことで、今までとはちょっと性質の違う、なんていうんだろう、競い方になったのかなっていう気がします。実際そのプレイしてて、僕はあのキャミっていうキャラに変えたじゃないですか、去年一昨年かぐらい変えて、でそこからそのキャラの攻略を考えてこうしていこうって考えた上で、やっぱねその他の人がやってない攻略にたどり着いたっていうところで、なんかやっぱ他の人と攻略の仕方が違うんかなっていう、自分のやってる攻略を他の人はやってないっていうことがかなり多くて、着眼点がまず違うのかなっていう気がして、でも最終的にやっぱ多分僕の戦略の方が勝率高いやり方だなって思えるようになれたんで、自分の攻略のレベルっていうのはやっぱり高いのかなっていうふうに、まあちょっと自信はついてきましたね。今のプロゲーマーって、まあ、ちょっと難しい話ではあるんですけど、その配信とか頑張った方がお金稼げるじゃんっていう、で実際その配信にシフトしたプロゲーマーもいて、もともとその俺は誰よりも強くなりたいって一緒に言ってた人たちもちょっとその配信ストリーマー寄りになったりとかで、なんなら今そっちがもうメインというか、別に格ゲー強いより配信で人多い方がお金稼げるじゃんみたいな感じになっちゃってて、僕はそのスト5のなんて言うんだろう、もうみんな本気でやって、俺も本気でやって、誰が強いか決めるぞっていう雰囲気が好きだったんですよね。今ちょっとそういうのからずれてきちゃってて、僕はその変わってないつもりなんですけど、なんか周りが変わっちゃったなっていうので、そもそもはその俺が一番強くなるっていうのが格ゲーやる上でのモチベーションっていう人ばっかだったわけじゃないですか。でそれでむしろそのそう思ってる僕は少数派になっちゃった今のっていうのが、ちょっとなんか僕からすると不思議だなっていう感覚です。僕が優勝しますって言いたいんですけど、まあこのゲームこんだけ煮詰まってきてそれ言うやつは、まあ、99% うぬぼれてるやつなんで、まあそれはちょっと言えなくて、ただでもその周りのプレイヤーと比べて自分の方が、まあ、平均値は高いんじゃないかという自信はあるんで、ありきたりではあるんですけど、まあ、最後まで諦めずに、まあ、冷静にプレイするっていうのが信念というか、ラスト5やる上で当然一番大事な戦い方だと思ってるんで、まあ、最後まであのプランを探って戦い抜くっていうところを見てもらえればなとは思います。